はい、皆さんこんにちは、榊敦史でございます。1時20分ですね、9月は25日の水曜日でございまして、ですね、どれや日経平均はですね、プラス46と動きなしですね。まだ1時間40分ぐらいありますけど、ドル円も動きませんね。ドル本出てこない、さあなんかまた画面の動きが遅くなりましてですね、ああ来た、1328と、まあもうこっちも動きなしですね。さて本題は中国でございまして、こんなですねタイトルですね、ですね、大紀元でございまして、中国江蘇省でまた手抜き工事か、ショッピングモールの連絡通路が崩落ということで写真が出てるんですけど、なんか凄まじいですね。はい、ちょっと本文を読みましょうか。これかな、これですね。21日、中国江蘇省常州市にあるショッピングモール台風時代広場の2階歩道歩行者用連絡通路が崩落した。負傷者はいないとされていると。崩壊現場の様子を映した動画が SNS で拡散されており、またおから工事か、いつまでこんな事故続くんだといった怒りの声がまたしても広がっている。動画の中には爆弾でも落とされたのかと見違うほどの変わり果てた連絡通路の様子が あった。ガラスなどの建材が周囲一面に散乱し、破裂した水道管らしきものから水が噴き出している。なんかこう凄惨な感じですね。まあ得意のおから工事なんですけどもですね、これも本当にこうはびこってるみたいですね。拝金主義の横行、住宅の品質や企業の社会的責任よりも利益の追求を優先する風潮が挙げられる。こうしたおから工事は共産党統治下の中国では以前から大きな社会問題となっていた。その品質のひどさはまさに桁外れである。排水管の亀裂、天井や電気系統の欠陥、壁のひび割れ、あらゆる箇所からの水漏れ、さらにはガラス窓が窓枠ごと外れるなど、とても新築物件とは思えないようなものばかりだと。その他指一本で穴が開くという石膏ボードのようなコンクリート壁、コンクリート壁が指一本で穴が開くんですか、何それみたいな。足で踏むと砕ける階段、さらには鉄筋の代わりに竹を使用した住宅などとても信じがたいものである。まあ中に竹が入ってるか鉄が入ってるか分かりませんからね。ネット上では嘆きの声が広がるとともに、老朽化していたにせよ、おから工事だったにせよ、中国は世界一安全な国だの皮肉が多く寄せられている。というのは何を根拠にそう言うかは不明だが、中国当局は自国を世界一安全な国と主張しているため、おから工事や強制臓器摘出などの事件が発生するたび、必ずと言ってほど中国は世界一安全な国だの揶揄がもはや定番化してきているということでございます。はい、まあ何と言いますかね、その日本ではおよそ考えられないわけであって、こんなもん2階の通路が崩落しましたって言ったらもう全国ニュースですよね。でたまさかこれ朝8時なんですって。で開店前だったんでですね、そこを通ってる人はいなかったらしいんですけども、もし営業時間中に起こっていたら、その亡くなった方は2桁行ってるでしょうね。まあ行ったとしてもそんなもん発表しませんけど、なんともですね、もう何もかも信用できない国ということですね。もう歩いてるところがいつ崩れ出してもおかしくないという、そういう国ですよね。まあいつも言うことですけどね、そんな国にね、こうなんていうか、こう住むというのはね、よほどのこうあれでしょう、好き者というか理由がなければいけないわけであって、ましてやね、その家族を住ましておくと、そこに住んでる人間は半分ぐらいは反日なわけですよ。確実に反日なんですよ。で歩いてる道がいつ崩れるかわからんわけでしょ。
で、そういうあの災難を逃れてもですね、ご本人はいつ逮捕されるかわからんわけでしょ。何なのよあの国はって、もうさすが世界一安全な国やんということですね。まあそんな国でも人はいっぱいいてですね、そこそこお金を持ってるから物は売れるのかもしれませんしですね、物を作らせればある程度のレベルで作ってくるのかもしれませんけどもですね、まあなんともこう一般の日本人の感覚からするとですね、信じがたいですね。そんな簡単にね、連絡通路がさ崩れてもたら困るんで、ほんまにコンクリートの壁が指で泣くとかね、もうその信じられへんわほんまにと。でもそれが現実なんですよ、お隣では。なんでですね、そのなんて言いますか、そういうのをね覚悟した上で、ですね、こう理解した上で付き合うのがいいかもしれませんけどもですね、あの国をですねこう信用するというのはですね、とってもリスキーなことですね。歩いてる道が崩れるかもわからんという国なんです。きちんと作ってるものもあるんでしょうけどもね、全く作ってないものもあるんでしょうしですね、むっちゃいい加減なものがあるわけであって、そこにたまさか自分がハマるとですね、死んでしまうわけであってですね、いやたまらんねえという感じですね。中国人はこういう現状どういうふうに思うんでしょうね。まあでもたまたま運が悪かったと思うんでしょうかね、そこを歩いていたら。これ見てると何なんでしょうね、そんなに新しくもないしですね、古いわけでもないし、でもこの排水管、じゃああれ給水管かな、が通っていたんですね。そこから水が噴き出していますね。で何もしないのに、突然朝の8時に崩れたらしいですからね。台風が来ましたとか言うとまだ分かるけどですね、何にもないのにガシャンと言ってるけど、何なのそれ、地雷でもないやんみたいな、そんな感じですね。まあよう分からんけど、まあそういうことでございまして、あの国ではですね、こうおまんじゅうも爆発するしですね、箸も落ちるしですね、車は何もしてないのに燃え出すしですね、まあ電動スクーターも燃え出すしですね、でわけ分からんのに逮捕されるというですね、まあそういう国でございます。今毎日毎日言うてますけど、そんな国とのお付き合いはね、もう一番淡泊にするのが一番ですよ。関わらないのが一番ですよ。関わるとですね、儲かるかも分かりませんけども、リスクも大きいということですね。とりあえず我々日本人は、普通の日本人はなるべく関わらないのが一番ですね。はい、ということでこの大紀元、中国江蘇省でまた手抜き工事か、ショッピングモールの連絡通路崩落という記事ですね。一応アドレスを貼っておきます。はい、皆さんどうもありがとうございました。